あ、なんか引っかかってんな。正面がそうやな。はい。これはね、ここはまあ、あんまり人が生えてる中に、おお、あれがそうだわ。あれが、どっから行くんだ。左か。どこで道あんの？あ、そうか。あの道じゃねえ。ほら、目の前見えてきた。河原町なんのかね。黒田大塚古墳。あれ、上上がれたんだけどね。60メーターほどか。高さが、それでもあるね。10メーターほどあるね。下からなら10メーターあるのしか。どこから上がれたかな。この付近は、前方後円が多いね。三宅町古墳群の中に入るんでね。上上がられへんかね。もう上がれそうだ。いや、草がすごいことになってるか。あら、昔は上がったんだけどね。再始動でございましたか。これは大阪古墳。三宅古墳群の南端に位置しますか。古墳時代。後期、連邦古墳群。墳丘は二段、築成であり、推定される規模は周囲を含めて全長86メートル。墳長70メートルか。大きいね。後円部計40メーター。後円部高さ 8.2 メーター。前方が45メーター。高さ 7.7 メーター。墳丘の周囲には幅8メーター、深さ1メートルの周囲が巡る。深さ1メーターね。そうですか。これが一番南端かね。登られんかね。あれ？全然登られんがね、これ。あら、黒木さん。これは行けって言うの、これは。なあ。これはちょっと。無理ですね。